ポール・ヘーガードポール・ヘーガードは、デンマークの数学者。専門は、異相気化学。ヘーガード文化にその名が残っている。なお、ヒーガードはカタカナでヒーガード、ヘーゴールなどとも書かれる。数学のほか、天文学にも、関心を抱いていた。ポール・ヘーガードは1871年、デンマークの首都コペンハーゲンに誕生した。コペンハーゲン大学の哲学教授を務める父。 母、姉との4人家族だったが、父と姉は、ボールが10代の頃に他界した。ヘイガードは1893年にコッペンハーゲン大学において修士号を得た後、パリを訪れる。ソルボンヌ大学で、エミール・ピカールのコレージュ・ド・フランスで、カミリル・ジョルダンの講義を聴講したが、どちらの講義も単に自身の著書を棒読みするだけで退屈だったと評している。 ヘーガードはこの頃にトポロジーに興味を抱くようになったとされる。半年間のパリ滞在後、ヘーガードはドイツのゲッティンゲンに渡り、フェリックス・クラインと出会う。その後コペンハーゲンに帰還した、彼は高校教師として働いて、十分な収入を得た後、5歳年下のマグダレーンと結婚。夫婦にはあとに6人の子が誕生する。1898年、デンマーク語で、 論文、大数局面の連結性に関する位相理論の研究を表し博士号を取得。この論文には、アンリポ・アンカレの提唱した、そうついているに、一解析についてと解題したフランス語訳版が掲載された。1907年には7年下のマックス・ゲーンと共に、クラインが監修するドイツ語の数理科学百科事典の一解析の章の執筆に携わる。 ヘーガードとデーンは1904年にドイツのハイデルベルクで開催された国際数学者会議で出会っており、知人同士だった。1910年にコッペンハーゲン大学の教授となったが、同僚とうまくいかず7年後に退職。その後、1918年から1941年までの23年間、ノルウェーのオスロ大学に勤務していた。 ノルウェーでは1929年から1934年までノルウェー数学会の会長を務めた。1948年、オスロにて76歳で死去。ありがとうございます。